栃木の名店を訪れて美食を巡る栃めし。宇都宮市の江の町に店を構えるオリオン横丁。この中にはさまざまなジャンルの飲食店が6店舗あり、自分好みのお店に出会うことができます。今回は那須の地鶏、那須鶏が自慢の居酒屋菊丸から、大人気メニュー那須鶏ささみ串焼きをご紹介します。那須鶏自体は鶏の旨味がすごいよく入ってるんですよ。鶏の臭みが少なくて女性とか子供に好かれやすい鶏になってます。主役となるのはもちろんこの那須鶏。まず筋を丁寧に取り除きます。次に肉を一口大に切り分けて串に刺していきます。そして塩を振って備長炭で焼き上げていきます。強火で素早く表面をカリッと仕上げるのがコツ。それをお皿に盛り付けると肉のうまみがぎゅっと詰まった那須鶏ささみ串焼きの完成です。遠赤外線というものがやっぱり炭から発せられてまして、それで焼くと外はカリカリ、中はふわふわ、ジューシーな状態で焼き上がるのが備長炭の特徴です。キンキンに冷えたビールとも最高のマッチング、那須鶏ささみ串焼き。皆さんも一度召し上がってみてはいかがでしょうか。